MLB、ドジャース7、2パドレス、日本時間27日、ロサンゼルス。どこまで数値を上げてシーズンを終えるのか。ドジャース大谷翔平投手は26日、日本時間27日、日本拠地で行われたパドレス戦で5打数3安打1打点でチームの7対2での勝利に貢献した。米野球データサイト、ベースボールリファレンスが算出する王は0.2上昇して8.8となった。 映像、嘘だと思った大谷翔平が、やっぱりキスしてる。ウォーとは、どれだけチームの勝利を増やしたかを表すセーバーメトリクスの指標で、シーズン MVP を選ぶ上でも重要視されている。昨季、二刀流で両リーグトップの10.1を記録した大谷は、満票での MVP を受賞した。今季は大谷は指名打者のため、守備を行う選手に比べて数字を稼ぎにくいが、 守備をしている選手を差し置いてリーグでは1位。MLB 全体ではジャッジ、ヤンキース、トウィット・ジュニア、ロイヤルズ、に次いで3位に位置している。24日、同25日、終了時点で8.5、25日、同26日、には8.6としており、日に日に数値を上げている大谷。 大谷は9勝 &46 本塁打をマークした2021年の王が9.0だったため、打者だけでその数値に追いつく可能性もある。シーズンの65%以上を指名打者として出場した選手の歴代最高は、エドガー・マルティネスが1995年に記録した7.0。大谷が更新することはほぼ確実で、 同年のマルティネスも得れなかった史上初となる指名打者の MVP に期待がかかる。